I'm flying high to see the world. 見たことない景色を。I'm flying high, just mark my word.グラビティで言えば、まあ、今ずっとこうトップ1位だった角川さんに対してどういう作品を当てるか、角川さんが一番良かった作品とかを思った時に、なんかもうどれも勝てなさそうだなっていう感じがして、やっぱ私たちはジャンルがみんなバラバラだから、うん、グーにグーで対抗できない、うん、どうしてももう向こうのグーが強すぎて同じようにグーを出しても絶対に太刀打ちできないから、一層引く方だったり柔らかいというか、あのイメージの話ですよ、押してダメなら引いてみようってことで、うん、あそこまでの引き算というか、うん、っていう作品を、うん、まあ、りょうさんが選択して、なんか頭切り替えて視点を変えてやってみようっていうので、うん、あれもやった、はい、まあジャッジは、まあ、良くないけど、まあ、まあ、そうだろうな、うん、まあ、どっちか0-100だったんで、あれをやれたことは一つなんか自分たちのいい経験になったし、なんかあれを見せれたことは、なんか私たちにとっても D リーグにとっても見てくださってるなんかファンの方たちにとっても絶対いいことだった、うん、これも言っていいんだ、これもやっていいんだって、なんか幅を絶対広げられると思うんです。衝撃というか、なんか概念を取っ払うきっかけは作れてるんじゃないかなと思っています。まあ、テーマで言えば、まあ、オールドダンサーっては言ってるんですけど、細かい話をしたら、まあ、あの、まあ、ちょっと年を重ねたってそのままになっちゃったけど、まあ、今回だったら SP のジュンさんがこう時間が経つにつれて、まあ、だんだん周りがいなくなっちゃった、もしかしたら、まあ、ダンスをやめた人もいれば、踊ってるけどなんか別れた人もいれば亡くなった人もいれば、でそういう人がなんかちょっと孤独って感じちゃうけど、なんかこう昔の写真を見て、なんかこの時の自分は輝いてた、この時は楽しかったっていうのをこう思い出して、別に年を重ねたってそんな寂しくなんかないのっていう、まあハッピーな作品です。ここは何個差なんですか？13。59になりました、今年。マジっすか？はい。仲間が増えた。あ、経験値が上がった。自分のために、自分の代表する作品ができたみたいな、そんな気持ちです。うん、